1位です。おー、やったー、クリアということで。12位クリアならず。さあ、というわけで、まあ、1勝1敗となりましたので、これでもう N ゲージフルセットは残念ながらなくなってしまいましたが、まあ、まだね N ゲージ可能性あるから、3つ目の路線何線にしますか。千代田線。もう千代田線ね。まあ千代田線はね、これも1位最下位、なかなかこうこれといってずば抜けた駅っていうのがあまりないんで、うん、難しいかもしれないね、はい、最初の駅どこにしますか。北綾瀬。北綾瀬行くのかそれただ北綾瀬支線に乗りたいだけじゃないの。違う違う、本当に北綾瀬がこの間乗り通しの時にだいぶ少なかったから。そっか、まあね。じゃあ北綾瀬行きましょう。はい。これ東大かな、農学部かな。東大前駅です。東大前駅の出口もある。上野公園行きだって。あ、本当だ。この前のバス旅を思い出すな、上野公園を見ると次は綾瀬です。この電車は JR 常磐線特急阿鼻子行きです。こちら0番。次は北綾瀬終点です。これ新しい改札口。はい、というわけで北綾瀬に着きました。はい、電車がよく見えるね、ここからね。さあ、というわけでじゃあ順位を発表しましょう。はい、北綾瀬駅は第12位です。おお、思ったより高かった。うん、18駅中12位。あの去年のランキングでは14位だったんですけども、うん、重量の電車、直通電車が入れるようになって乗降客数って増えてるのかなと思いますね。次9位を当てればクリア。9位。まあちょうど真ん中だね。じゃあ決まりましたか。はい。じゃあどこにしますか。自信はないけど北千住。北千住ね。これは結構上の方じゃないかってことかな。うん、まあ1位ぐらいじゃないかと。とりあえず開けとこうって感じか。うん。綾瀬終点です。出口は右側です。いやー、代々木上原行きの勝ちだな。はい、というわけで北千住に着きました。この大都会北千住3位ぐらい予想。あ、3位ぐらいに予想か。じゃあ発表しましょう。はい、北千住は千代田線の中で第2位です。おー、12足す2で今14。うん、残り7。決めた。はい、じゃあお願いします。日比谷。日比谷ね。あー、7位ぐらい。7位、6位ぐらい。6位、7位ぐらい行ってみましょう。はい、宮線でも行けたんだね。あ、どっちでも行けるんだな、北千住からだと。まもなく日比谷です。出口は右側です。というわけで日比谷に着きました。いやー、もう緊張が止まらねー。日比谷ミッドタウン綺麗なんですけど、ライトにはそれどころじゃありません7位ならブラックジャック、はい、8位以下ならドボンです。はい、日比谷は第8位。残念、失敗、クリアならず。惜しいな。7位は新御茶ノ水だったんですね。
1位が大手町、うん、2位が北千住、3位が西日暮里、うん、いやーこれは悔しいね、うん、さあというわけでじゃあラスト有楽町線なんですけども、有楽町線って和光市から新木場まであるんですけど、和光市から池袋の間は前回あの副都心線でもうすでに順位を発表しているので、池袋から新木場の中の16駅もう決めましたか。はい。じゃあ最初どこに行きますか。取っておくの辰巳。なるほどね、これは確かに少なそうだな、うん、いいとこつくね、うん、行ってみましょう。はい。ゴジラ来てるよね。ちっちゃはい、着きました。辰巳で初めて降りたんだよね、ライトは。どうですか、辰巳、感想は。いろいろ大きいけど、やっぱり何もない。高速道路とか広場とか大きいけどね。あそこに工場もあるし。辰巳駅の順位を発表したいと思います。はい、第15位です。おまあ、下から2番目ですね。6位が出ればブラックジャックと。そろそろ決めた。はい、飯田橋。飯田橋、さっき南北線では1位だったね。ね、こっちでも観光客は多いんじゃないか。なるほど。じゃあ3位ぐらい。3位ぐらいね。じゃあ飯田橋に行きましょう。はい。まあ確かにね、これだけ路線あるからね、ドボンになることはなさそう。うん、こんなに広いんだよ。確かに。はい、というわけで飯田橋に着きました。でもドボンになることはさすがにないだろう。なるほど、飯田橋は第3位です。おお、結構いいところだった ね。これで 15+3 で18、はい、残り3ということで、もう3位は今開けたので1位か2位。そう、1位と2位を連続で当てたらブラックジャックと。はい、これ簡単です。簡単。いやでも2位が問題。2位が問題が、1位は簡単。はい、どこに行きますか。池袋。池袋ね、前回副都心線の時もこのシチュエーションで池袋行って1位だったんだよな。うん、でも全く一緒なんだろうな。じゃあ池袋に行きましょう。はい。はい、というわけで池袋に着きました。発表します。池袋は第6位です。おお、見事1位。てかさ、いつも1位当ててない。そうだね、1位は絶対当ててるね。2位を当てれば見事。うん、これはもう決めました。お、決めています。じゃあ最後どこにしますか。銀座一丁目。銀座一丁目。銀座がさっき日比谷線でも1位だったから。うん。じゃあ銀座一丁目に行きましょう。はい。また1万系か。銀座一丁目で降りるはずだったのに、なんで有楽町にいるの。なんか銀座一丁目はさ、近いと京都じゃないってことにされた。つまり銀座一丁目と銀座を一緒にしてランキングされてると思ってた。じゃあいいですか、いよいよ発表して、はい、有楽町駅の順位は、はい、第6位。豊洲でした。ちょっと意外だったかな。
ということで残念ながら有楽町線は失敗と。うわ、下手したよ。1勝3敗かな、うん、ということで商品はカプセルプラレール、うん、残念そうだね、うん、じゃあちょっとねここで終わりかと思ったんですけども、うん、最後にランクアップチャンス。うわー、空開けてる今。狼だよランクアップチャンスということで難しいですね、うん、課題一つチャレンジしてもらいます、はい、これに見事クリアすれば商品をランクアップします。何にチャレンジするか、うん、東京メトロ全路線でブラックジャック。いやー難しそう。9路線路線別のブラックジャックやってきましたけども、うん、ラストチャレンジは最後にふさわしく130駅の中で21位を一発で当ててもらうという。どうしよう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 そうです。1位一発で当てたら N ゲージフルセット。はい。でまあさすがにそれだけだって難しいので、うん、惜しい16位から20位だったら2ランクアップ、はい、で11位から15位だったら1ランクアップ、プラレールということにしたいと思います。あ、N700S だ。22位以下だったらドボン。1位から10位もドボンです。はい。考えてください。ちょっと2つあると嫌だな。ライトが考える時間長く取っているので、ちょっとこの間に新幹線の道路こちらをご覧ください。はい、決めましたか。はい、お迷ってるところとかあるの。迷ってるところ、3つぐらいある。そっか、じゃあ決めたところをまずじゃあ発表してください。赤坂見附とか。赤坂見附、いいですか。3つ目で9位とかだったから。なるほどね。大体そのぐらいじゃないかとは思って。ちなみに迷ってるところは、明治神宮前と表参道とかかな。それでは1位からですね、順番に順位を発表していきたいと思います。はい。1位、池袋。まあ、さっき言った。2位、大手町。おー3位、北千住。4位、新宿。おー5位、銀座。6位、新橋。7位、豊洲。8位、上野。9位、日本橋。はい、10位、高田馬場。ここまでは赤坂見附は出てきませんでした。逆に近すぎるって可能性もあるからね。ここからはプラレールにランクアップする11位から15位に入ります。はい。11位、はい、東京。東京だったんだな。12位、はい、西日暮里。西日暮里そんな目だったんだ。13位渋谷。14位飯田橋。15位霞が関。15位結構上だ。ここまで出てきませんでした。ここからが狙ってたんだよね。 N ゲージ16位から20位。じゃあ行きますよ。16位表参道。さっき迷ったもんね。17位有楽町。18位新宿三丁目。まだ出てこないね。19位、うん、市ヶ谷。出てこないんじゃない。そして20位東陽町。20位まで出てこなかった。21位頼む。お願いお願いお願い。行きますよ。これが当たればフルセットゲット。はい、運命の21位は トップ
会議事堂前、残念。場所は近かったんだけどね、残念でした。赤坂見附は、赤坂見附は38位でした。結構下。まあでもね、130分の38だから結構上の方ではあるんだけどね。いや残念だったね。まあ今回は、これにて終了と、はい、いうことになります。違う路線でまたチャレンジしましょうか。はい、というわけで今日の動画はこれでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイ。